その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困る。もう殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷および出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これはどうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ、こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその彫師が。ああ、俺の背中も彫ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん、俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。まあ昔の話だ。チャンスがあればまた一課に戻れるのか。どうだろうな。
どのみち俺は組織の鼻つまみ者だ。戻ったところでな、案外今くらい自由な身の方が俺には合ってるのかもな。いっそのこと探偵をやってみるのもいいんじゃないか。いやせや、俺は腐っても警察官だ。勇敢マダムの浮気調査や猫の行方探しなんてな柄じゃねえ。もっとこう正義のために駆け回っていたいんだよ。そうかい。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした、墨でも入れ直しに来たのか。いえ、この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は恋を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と。甲賀を泳ぐ恋は
山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。奴は龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。錦山がここに？ああ、はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。サイの河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。ハ
ルカちゃん。ハルカ。桐生さん、やっあれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？
七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。どこで見た？七福通り沿いの駐車場だよ。心が悪いんでな。後悔する。酒持ってこい。どうも。おい、お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらっていきました。どこに行った？どこかの公園とか携帯で話してました。Thank you.
聞き込みで遥の足取りを追うんだ。登場会より先に抑えねえとヤバいぞ。ああ何すんだ。ちょっと金持ってね。死ぬぞ。目障り。Thank you.
れは。待てよてめえ。とりあえずてめえ殴るわ。後悔する。せいや。金貸してくれよなあ。もちろんいいよな。おお、すみません、勘弁してください。おい待てよ。
ちょっとてめえ。足くせえんだよ。後悔するな。うわっ、せいや、そりゃしっかりしろ。うわっ、ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ、クソ、カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ハルカ、すまない。さん、無事か。いや、ハルカが、クソ、アサイが腕を撃たれた。Yeah.
どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが、
花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。